に。あ、超前にあるよ。これは、え、大きい。そしたら、おい、もう行っちゃっていいかな、じゃあ、行きます。スタート。おすごい、すごい、すごい。立体。なんだろう。お、三、三、三はときめいちゃいました。あら、ときめいちゃったことか。ありますか？最近。最近ときめいたこと。うん、しがりぽん、めっちゃ動物が得意ってわけではなくて、どちらかというと苦手なタイプ。大好きだよ。よかった。違う違う、あの嫌いとかじゃなくて、あの怖いやつとか大きい動物とかは、うん、そう怖いなってそう思ってるんだけど、私この前たまたま出会ったねワンちゃんがいまして、うん、でそのワンちゃんがもう忘れられなくて、散歩してて出会ったねワンちゃんだったんだけど、で気になって調べたの、犬種をね、そう、そしたらねペキニーズってやつだったの。ペキニーズ、かわいいよね。どんなの、どんなの、いいよ。ペキニーズって言ってね、でどんなかっていうと、なんかねアザラシって、ね、呼ばれてるらしくて、アザラシ、そう、なんかいろんな色はあるっぽいんだけど、私が見たのは白かって、でなんかねアザラシみたいな顔してるの、なんかへにゃんってしてて、かわいいの、すっごいかわいいの。アザラシみたいって言われるよ。え、なになに、チョマなんて言われるってん？チョマもアザラシみたいって言われるよ。対抗してる。アザラシ対抗。アザラシ対抗。そう、本当だよ。かわいい。まあ、チョマの方が喋れるもんね。そうね、そうだね。そうだよ、チョマ喋れるもん。最強だ、それは最強だ。